フランソはデュケノアは17世紀、フランドルの彫刻家である。ローマで形成されたバロック彫刻を代表する彫刻家になった。ブルッセルで生まれた。父親のジェローム・デュケノアは、スペイン領ネーデルラント君主、アルブレヒト・フォン・エスター・ライヒの宮廷の彫刻家で、父親から彫刻を学んだ。父親と同盟の弟、ジェローム・デュケノアも彫刻家になった。 アルブレヒト・フォン・エスター・ライヒの奨学金を受けて、1616 16年にローマに修行をに出た。ローマでは、フランチェスコ・フィアミンゴの通称で呼ばれた。1621年にアルブレヒト・フォン・エスター・ライヒが、亡くなり、奨学金を失うが、そのままローマに滞在し、フランス出身の画家ニコラ・プッサンと親しくなり、同じ家に住んだ。ローマでデュケノアの名声は高まり、 17世紀前半を代表する彫刻家になった。1625年に建築家、彫刻家のジャン・ドレンツォ・ベルニーには、サン・ピエトロ大聖堂の改築にあたって、デュケノアの彫刻、西安デレゾを装飾に用いた。プッサンが、フランス王、ルイ13世の最初折主流に、デュケノアを推薦し、フランス宮廷の彫刻家のチートパリの、 王立彫刻アカデミーの校長の候補になり、パリに向かう途中で、リボルノで急死した。46歳であった。ありがとうございます。